こんにちは、Kです。ですね、今日はトレクルをちょっと久々にね、僕一人でやっていきたいと思います。それでは行きましょう。お願いします。でね、すごい一人でやるの久しぶりなんですけど、何やろうかなーって見てたら、昨日生放送で、キャベンディッシュやってたじゃないですか。で、ここになんかスペシャルときたら練習試合、練習冒険。これやったからね、ちょっと一人でこれ全部クリアしようかなと思って。これちょっと今日やっていきますね。まずは、じゃあ、この東の海リーグ、これからいきまーす。はい、メンバーはね、これです。もう僕が最近、ゲットしたね、一番強い人、ハンコックさん。多分、これ一番下のやつだもんね。多分勝てると思うんで、まあ、このメンバーで、全部上まで練習試合していこうかなと。今日はそういう、ただ練習試合をやるっていう動画です。まあ、いきまーす。このメンバーね、いきますね。はい。よいしょ。勝てるよ。まあ、普通にやれば、昨日見てた感じだといけると思うんだけど。まず、そもそもこれなんですか、練習試合って。お、練習試合じゃない、練習冒険ね。あー、もう本当に普通に出てくるやつじゃん。はいはい。トレジャーマップをね。あ、練習できる冒険ね。あ、なるほど。ここで練習していけば、スタミナっていうんですか、回るやつあるじゃん。あれ行かないで行けるんだ。まあ、多分みんなやってるから大体分かってると思うけどね。よいしょ。久しぶりだな、一人でこうやって動画撮るの。まあまあまあ。ちょっとこういうのもね、どんどん増やしていったかなと思うんで、めっちゃ神々ですけどね。増やしていけたらなと思ってるんで。まあ、楽しんでくれる方は見てもらえればなと思います。まあ、やっぱ最初はもう全然楽勝っすね。よいしょ。で、ここでキャベツが出てくるんだね。まあ、これはもう練習ですから。もうどん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 殴ってくる、勝てますよ。よいしょ。ウェーイ。いいですね。はいはいはい。もうボスですよ、ボス。あ、いいですね、キャベツ。あ、おしゃれ。キャベツさんおしゃれってよくわかんない。おしゃれだね。あ、何？攻撃強化が一切許されない。あー、なるほど。パワーアップしちゃいけないんだ。あ、昨日やってたね。だからここも多分痺れるから。あ、痺るってことは爆弾がどんどん溜まってきてってこと？あ、待って、これやばいんじゃない？負けんじゃないのこれ。大丈夫か？あ、そっか、ミスだからいいんだ。危ねえ。これめっちゃやばかったじゃん。はいはい、もうどんどん行きましょう。イェーイ。イェーイ。イェーイ。あ、手取って勝ってます。なんかしてくんのかな？あ、なんもしてこない。まあ、一番下だからね。あ、なんかしてくる。あ、怒った怒った。あれ？あ、ま、あ、大丈夫大丈夫。全然大丈夫だよ。まあまあ、下だから。よーし。イェーイ、勝てました。まあ、ここは勝てるだろう。まあ、勝てるだろうって今ね、みんな言ってるかもしんないけどね。まあまあ、そこはいいじゃないですか。ね。やりましたー。で、次のね、中の中間のやつもやってみたいと思います。はい、次ね、これ真ん中のやつ。もうメンバーはずっと心属性なんで、みんな地位を固めてね、ずっと一緒でいきます。行きましょう。はい。え？あ、練習ね。はいはい、もう練習させてくれ、俺にも。よーし、行くぞー。真ん中だから、まあ、僕がいる海多分これなんですよ。真ん中の海。そう。トレジャーマップはね。うん。いつも大体真ん中だから。で、ここで勝てればいけますよってことだからね。よいしょ。よし、行くぜ。あ、もうこれ全然溜めなくてもいけそうだな。そう、だから実際僕は最後の一番上のやつ、新世界だっけ？あそこにはね、いないんで。あそこの強さは体感したことがないんですよね。体験か。体感？体験？したことないから。それも味わえってことだよね。えい。あ、もう全然大丈夫だ。ここは多分僕でもいけるからね。いいでしょ。えい。えい。えい。いいですよ。あ、もう敵は一緒だね。さっきとね。はい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 。よし。あ、ちょっと待って。あ、これでいいんだね。久しぶりにさ、トレクルやる動画をさ、久しぶりに一人撮ってるからさ、緊張するね。いつもはね、横に座ってるからさ。
こういう新しいのもやっていけたらね、いいなと思って今日はやっております。よいしょよいしょ。あ、これはもういけるね。あ、でも3個のやつはさ結構強そうだな。なんとも言えないね。イエイ、オッケー、よーし。あ、もうこれも毎回見れるんだねこれね。キャベンディッシュファンは嬉しいですねこれね。はい。あ、でまあこれは一緒だ。あ、でもそっか、次はちょっと強いからさ、あんまりちゃんとやないと。あ、意外とビリビリしびれない。OK。 あ、まあ真ん中だからね大丈夫だね。あ、まあ普通に攻撃しよう。えいえい。あ、意外としびれないですね。 OK。 あ、もうここは大丈夫そうだ。あ、もう全然ね、僕がいる海多分ここだから。よし。ああ、そっか、これまたやられちゃうのね。でもこのターンで倒せるよな。まあ、しびれてないし。倒さないと多分やばいからね。で、一人だけ倒しとけば。あ、大丈夫じゃない？あ、もう全然大丈夫です。全然大丈夫。よし、倒そう。えい。はい、オッケー。真ん中もまあ、練習冒険ね。はい。練習試合って言っちゃう。練習冒険は僕も行けたから、多分真ん中の海だから僕は行けます。ちょっと初めて上の海やるんだよね次。勝てるかな、もうちょっとやってみますね。はい、じゃあね、あの最後ね、この一番上の新世界、これやってみるから。いやー、でもね、初めてなんですよこのクラスは。だって僕いつも真ん中だからさ、まあ、ちょっと行ってみます。メンバーもずっと一緒これで、今回はちゃんとちょっと貯めてって、で強化がどうのこうのって言ってから、強化はさちゃんのね、スロットはいいんだよね。それで行きたいと思います。行こう。はい、新世界リーグ、これが多分強いんだよ。私はまだね、未熟者だから新世界入ってないからね。まあ行きましょう。よし、行くよ。勝てるかな。あ、始まりました。お、なんか増えてね、さっきより。やっぱ上の海だから増えてんのかな。さっき多い気がする、人が、敵がね。はいはいはい、まあ最初はいないからね。これややこしいから、これ倒していかないと。いやいや、急になんか変なやつ通り過ぎたんですけど。何ですか。急に変なやつ通り過ぎたんですけど。通り過ぎましたよ、ね。あれどうしたんですか。ちょっとトイレ行くんで。あ、トイレ行くんですか。はい、はい、どうぞ行ってきてください。あの今、あの編集してるんで。はい、はい、どうぞ行ってきてください。頑張ってください。皆さん頑張って。はい、頑張りますよ。はい、はい、まあそんな感じでちょっと行きましょうね。もうそうそう、最近だからもう僕も今今日一人で始めた理由は、やっぱりあの少しちょっと TV の見てくれた方は分かると思うんですけど、ちょっと TV にもね、やっぱりみんな楽しんでもらいたいなと思って。いや、ちょっと待って、ちょっと話してない、一回こっち倒す、一回なんか倒してくださそう。あ、大丈夫だよね、回復とかなんか。ああ、まあ今話してないね。そうだから TV をやっぱりちょっとね、あのが、まあ、頑張ってね、面白いも作りたいなってことで、基本的に編集とかさ、 TV はあいつがやってるからさ、まあそれをねやってやってる間の時間は僕結構空いてたりするから、あ、じゃあ僕も一人でたまにもゲームやってみようと思って、今日はそんな感じでね、今日から始めました。もっと早くからやろうって話。まあまあまあ、そこはちょっと応援見てください。よし、どんどん行くぜ。あ、ちょっと順番間違えましたね、完全に。話すことに夢中になって順番を間違えました。え、うわ、やば。え、こいつどこにしてくんの。ちょっと待って、練習試合なのに負けるかもしれない。あ、練習冒険ね。え、マジで。あー、ちょっと怪しくなってきましたよ、雲行きが。ちょっと倒しとこう、とりあえず。そっか、ダメージ食らわしちゃいけないんだよね、ちょっとでもこいつら。うわ、危ね。あ、このお姉さんも怖いね、なんかやってきそうだよね。倒しとこう、先に強いので。よし、まあこので坊主さんもちょっと危ないんで取っときますね。それやったことないから何してくるか分かんないからさ。まあまあまあ、行きましょう。うわー、倒した方がいいよね絶対これ。うい、イエーイ、行けます行けます。よいしょ。なんかさ、僕一人でもういいよってやつで、なんかこのゲームやってくださいっていうのがあったらコメントもらえると嬉しいですね。なんかないですかね。
何でもいいんだけど、まあそんな感じでちょっと今後はいろいろとなんかね、普段今までやってないのでちょっとやっていけたらなと思ってるんで、楽しみに見てください。なんで今宣伝してんだ。まあいいよ、よし行くぜー。よいしょ、よし、ここでターン稼いだ方がいいもんね。ういわ、やろうじゃん、そんなハンコックを殴んないでくれ。そう、黙れ、いいね、よしよしよし、もう結構溜まってきたね。この毒がすげえ厄介だな。大丈夫かなこれ。ちょっとこの人たちなんかロックしてきそうなんで先に倒そう。よし、3人ぐらい倒しとこうか。こんな感じでね、こんな感じでいいと思います。はい、よいしょ、よいよいよいと、いいっすよ、順調です。ここはさっきと一緒かい。なんか食らわなくなるのかな。あ、食らわなくなるんだって。あの相手に食らわせられなくなるのかな。どうですか。うん、そうっぽいね。あ、でも、あ、嘘つきました。なんでもないです。普通に行きましょう。はい。あ、ちょっと強いですね、やっぱりね。よいしょ。よいしょ。あー、全然食らわない。やっぱ一番上の海は強い。あー、結構食らうな。しかも毒もあるな。ちょっと毒はやめてくれよ。でまあこれが終わればね、ダメージ食らうもんね。で今回は使っちゃいけないキャラがいるんでしょ。さっきの強化がどうのこうのってたから、それは使っちゃいけないんで、使わないにしないとね。えい、あー順番、まあ、いっか、まあ、いっか、いっか、 OKOKOK で強化がダメなんだもんね。あー、もうこれ3回目です、3回目。あー、まあ3回目もうボスだから。まあ勝ちたいね、1回ぐらいね、練習試合だけどね。攻撃強化が一切許されない聖なる夜です。またなんか変なやつ映ってきたな。映りました今。映ってきたなんか変なやつ。どこですか、横から変なやつ。どこですか、どこですか。いや、お前だよ。俺かー。俺かー。いや、なんなんだよこれ。はい、編集頑張ってください。はい。よーし。じゃあちょっと倒さないといけないからね。あーでも遅延が効くじゃないですか。で強化がダメだから、この人は強化だよね、まあ、Z 先生。あ、スロット影響ですね。スロットネギは 1.75 倍なんで使いましょう。まだまだ使わないよ、この後に使う。あー後ろのやつ倒せるかな、結構やばい。とりあえずこれ撃ちます。ダーンで、どうしようかな。あー待って、この人は使えんじゃない。あーいいじゃないですか。あ、でも第一段階でいいか。まあ、たまらないしね、使っときます。毒は大丈夫だもんね。どう？大丈夫？イエーイ。意味あったかわかんないけど。イエーイ。よし、行きます。できればこのしぐれが終わってから、いろいろやりたいね。あ、結構。よし、結構いけるね。まだ死なないもんね。オッケー。そしたら、まあ、Z 先生は絶対使っちゃダメ。あ、もう意外と一人ハンコック使ってもいいか。あ、でも遅延もったいないか。やられちゃうかな、食らったら。まあ、大丈夫か。使っとくか、一人ね。一人使っておきます。で、4ターンかけて倒そう。いけるんじゃないの？新世界初めての勝利。これも使っちゃっていいね。3ターンだからね。まあ、痺れがあるから、ちょっと取っといた方がいいかな。でも少しずつ暮らしていった方がいいもんね。使っちゃうよ。はい。そこら辺のスキル具合とかは、ごめんなさい。僕、そんな、全然うまくないんで、勘弁してくださいね。まあまあまあ、ちょっと僕がやるっていうので、楽しんでもらえればいいと思います。よーし、行くぞー。はい。あ、結構当たる。あ、いいですね。あ、倒せるか？あ、やべ。大丈夫かな？大丈夫かな？あ、大丈夫。この後は？何？あ、送るやつだ。なんかしてくんだっけ、これ。うわー、やべー。あ、そういうパターンね。そういうパターンね。え、どうしよう。あ、待って。え、大丈夫これ。やばくね？ちょっとピンチです、私。
あ、お肉取りましょう。で、周りを倒せましょう。それで行きましょう。それで行きます。待って、全然食らね。あ、大丈夫。あ、オッケーオッケー。多分大丈夫でしょう。さっきのダメージ量だと。あぶねえ。あぶねえよ。あぶねえよ。負けるところじゃん、普通に。よし、これで勝てるべ。これで勝てるべ、絶対ね。これでいけると思います。うわー、危ねえ、マジで。やったー。危な、マジギリじゃん。まあまあまあ、そういうこともありますよね。よかったよ、勝てました。やったー。はーい。あ、久々に一人でちょっとトリクルやってたからね、自分自身で新鮮でした。またちょっと一人でもちょっとこうやってね、ちょっと動画を出していきたいなと思ってるんで、はい、よかったら見てください。はい、今日は終わりでーす。今日も動画見てて、あ、なんだっけ、いつも自分で言ってないから忘れちゃった。今日も動画見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またやります。またね。なんかちょっと違う気がするな。